テカムセは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ジェームズ・マディソン級の2番艦。艦名は、アメリカ先住民、小児族の属長、テカムセにちなむ。その名を持つ艦としては、太平洋戦争時に量産された、タグボートの一隻、以来4隻目。テカムセの建造は1961年7月20日に、コネチカット州グロトンの、ジェネラルダイナミクス。 エレクトリックボート車に発注され、1962年6月1日に寄港した。当初はウィリアム・ペンと命名される予定であったが、1962年4月11日に改名された。1963年6月22日に、ロバート・イル・エフサイクス夫人によって命名、浸水し、1964年5月29日に、 ブルー藩のアーネット B ・ビーテイラー艦長及びゴールド藩のチャールズ S ・カーライル艦長の指揮下、収益する。テカムセは、真珠湾を母校とし、1964年12月17日にマリアナ諸島へ展開、12日後にグアムに到着し戦略抑止紹介を行う。1969年中に21回の戦略抑止偵察巡行を行った後、テカムセは、 大西洋艦隊へ転属となる。新珠湾とパナマ運河を経由して東海岸に向かい、1969年11月8日にバージニア州ニューポートニューズに到着した。その後直ちにニューポートニューズ造船所入りし、ポラリスに変えてポセイドンを搭載するための改修に入る。改修は1970年5月9日に完了し、 その後秋から冬にかけてオーバーホールを行う。テカムセは1971年2月18日にサウスカロライナ州チャールストーンを新たな母校に指定される。テカムセはチャールストーン沖で海上公務及び成長を行い、その後1971年後半に2回の戦略抑止紹介を行う。続いてスコットランドのホリーロフへ展開し、 1972年2月9日に到着する。テカムセは1976年までホリー・ロフを拠点として18回の戦略抑止紹介を行った。テカムセは1993年7月23日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムの下1994年4月1日に、 解体された。ありがとうございます。